ムーアズビルはアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中央部西よりアイアデル郡南側にある町である。ノースカロライナ州第一の都市シャーロットの北約25マイルにあり、その大都市圏に入っている。ノーマン湖の傍らにある。2010年国勢調査での人口は32,711万人だった。ムーアズビルはナスカールのレーシングチームやドライバー。 インディカールのチームとドライバー、さらにレース技術の提供者が本拠地にしており、そこから市のニックネームのレースシティ USA ができた。住宅リフォーム、生活家電チェーンのローズの本社があるほか、ユニバーサルテクニカルインスティチュートのナスカール、工業学校もある。ムーアズビル町はデイビッドソンやコーネリアス各町と共にケーブルテレビのミコネクション通信システムの 共同所有者でもある。ムーアズビル町は、北緯35度35分4秒整形80度49分13秒、北緯35.58444度整形80.82028度、35.58444マイナス80.82028に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は14.7平方マイルであり、 このうち陸地14.7平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.20%である。ムーアズビルとして発展することになった地域は当初、近くのローアン郡、さらにはバージニア州やペンシルベニア州などから移ってきたイングランド人、ドイツ人、スコットランドアイルランド人の家族が入植した。その多くは農園を設立するための新しい土地を、 求めていた。ウィルソン、デービッドソン、コーアン、シェリル、トランスなどの性を持つ初期の家族の多くは1700年代半ばには入ってきていた。彼らは小さな地域社会を構成し、それがディープウェルと呼ばれる町に成長した。その町名はこの地域で見つかった大きな天然の井戸から取られていた。これら家族の多くが主に綿花を育てる大きな農場を設立し、 それが1850年代までに小さなプランテーションに成長していた。ルーファスリード少佐がそれまでの地域で最も成功した農園種と考えられ、2000エーカー以上の土地に81人の奴隷を所有していた。そのプランテーションはスコットランドのモーン産地にちなんでマウントモーンプランテーションと呼ばれた。この地域ではその他にも歴史ある。 プランテーションハウスが建設された。例えば優美なジョンソン・ニール・デー、コーネリアス・テー、ホレスト・デル・プランテーション、植民地時代のベルモント・プランテーションがある。1856年天然の尾根の上に鉄道が敷かれ、それがジョン・フランクリン・ムーアという名前の地元農夫の土地を通ることになった。ムーアは小規模の農園主だったが、その土地に駅を作り、 その場所で1850年代後半に他の人々にも小さな村を作ることに貢献するよう奨励した。ムーアズ・サイディングと呼ばれた小さな村が生まれた。しかし南北戦争が村の発展を阻害し鉄道の線路が剥がされてバージニア州で南軍の戦争遂行のために使われた。戦後、線路が戻りムーアズ・サイディングはゆるりと成長を始めた。 南北戦争から間もなく、ジョン・フランクリン・ムーアは村を町として法人化する必要性を感じた。町は1873年にムーアズビルとして法人化された。ムーアは町では最初のレンガ製造工場を設立することに貢献し、メインストリートにいくつか初期レンガ作りの建物を建てた。ムーアは1877年に死に、その妻、 レイチェル・サムロームーアが街の発展に貢献し続けた。1883年、鉄道が街に戻ってきて、新しい駅が追加された。この鉄道が街に成長をもたらし、1890年代初期には初の浄水場ができ、1899年に図書館、1893年に電話会社、1900年には多くの繊維工場の最初のものができて、 成長が続いた。長年の間に繊維工場からナスカールまで多くの企業や産業がムーアズビルを本拠とするようになってきた。その中でも著名なものがプロ野球マイナーリーグのチームムーアズビルムーアズであり、1937年から1942年までクラス D のノースカロライナ州リーグで試合を行っていた。このリーグは 第二次世界大戦のために2シーズン中断されていたが、1945年に再開された。ムーアズビルは多くの著名人の出身地でもあった。例えば、セルマバーク博士は、ワシントン DC のレコーダーオブ、ディードビルの4つの自由名版のために、フランクリン・ルーズベルト大統領の胸像を制作した。その像が後に10セント動画のデザインなど多くのものに、 使われることになった。ムーアズビルは成長を続け、スポーツ会社、企業、映画産業など多くを誘致してきた。2014年12月11日、デュークエナジーは錆付き漏れの生じたパイプを修繕するために、ノースカロライナ州から、マーシャルスティームステーションの石炭梅をノーマンコに捨てる許可を得た。その石炭梅にはヒ素、鉛、タリウム、水銀など、 重金属成分が含まれていた。2015年10月3日、デュークエナジーは、シャーロットの北、ノーマンコのマーシャルスティームステーションダムの規定に、シンクホールが形成されていたと報告した。環境品質監督賞は、デュークエナジーがその穴にライナーを置き、採石で埋めたと言っている。ムーアズビルは、ベースシティ USA というブランドもある。 町には60以上のナスカールチームとレース関連事業があり、インディカールのチームもある。町内に自動車関連の博物館が2つある。すなわちメモリーレインモータースポーツヒストリカル自動車博物館とノースカロライナオートレーシング伝道である。ムーアズビル会議観光案内局は旅行者のための公式部局である。以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。ムーアズビル町は調整委員会が統治しており、委員会は町長が議長を務める。2015年時点の町長はマイルス・アトキンスであり、2011年11月の選挙で選出された。委員は6人であり、このうち4人が4つの小選挙区から1人ずつ、残りの2人が町全体を選挙区に選ばれる。 町長と委員の任期は4年間であり、2年ごとに委員の半数が改選される。委員会は、町マネージャーを指名し、調整の日々の管理を行わせる。ムーアズビルの公共教育は主にムーアズビル、グレーデット教育学区が管轄しているが、一部はアイアデルステーツビル教育学区が管轄している。2007年ノースカロライナ州予算における提案によって、 二つの学区を統合することが可能になったはずだった。その制度では一つの軍では一つの教育学区のみに予算手当てされるとされている。この案が調整委員会に上帝されたが成立しなかった。以前にも統合の提案が成立してこなかった歴史がある。二0 1年までにムーアズビルグレーデッド教育学区の四年生から十二年生までの生徒全員が MacBook のラップトップコンピュータを持つことになった。ムーアズビルは近年新しい中間学校と小学校を建設し、中学校をムーアズビル中間学校に移転し、古い中学校はマグノリア通りキャンパスと呼ぶムーアズビル高校の拡張キャンパスとして使っている。2010年、ムーアズビルグレーデット教育学区は新しい高校フットボールのスタジアムを開場し、 コーチのジョー・ポップにちなんで命名した。ムーアズビル高校のフットボールチームであるブルーデビルスはポップコーチの指導で1961年の州高校フットボール選手権に優勝しており、現在でもムーアズビルで州の選手権に優勝した唯一のチームになっている。ポップコーチは加藤がカレッジのスポーツ伝道にも入った。 コーチポップスタジアムはムーアズビル高校のマグノリア通りキャンパスの背後にある。ムーアズビルの町内にはミッチェルコミュニティカレッジのキャンパスもある。その主キャンパスはアイアデル群の群長所在地であるステーツビルにある。ムーアズビル町内にはマウントモンプランテーション、ジョンソン・ニールー、コーネリアス邸、SP ・ワッツ・ブローリー邸など多くの歴史ある場所に加えて アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定される次の歴史地区がある。ありがとうございます。